李生圧は愛知県名古屋市生まれ、韓国育ちのプロ野球選手。久保リーグのキュームヒーローズ所属。父は韓国プロ野球のヘテタイガース及び日本プロ野球の中日ドラゴンズに所属した元プロ野球選手の李性派。父が中日ドラゴンズに所属していた1998年に名古屋市で誕生。日韓通算で2000本以上の安打を放った父の 技術を引き継ぎ、リトルリーグや高校野球で結果を残し、久保各球団のスカウトから次世代のスター選手として、非常に高い評価を得ていた。2016年の一時ドラフトで指名され、ネクセンヒーローズに入団。2017年は、レギュラーシーズン開幕前の市販競技全試合に、出場し、打率、455、33打数15安打。 4打点の好成績を残し開幕1軍の座を勝ち取る。3月31日に行われた LG ツインズとのレギュラーシーズン開幕戦に途中出場。4月中旬以降はレギュラーに定着し、同年のオールスターゲームにも出場した。9月5日の KT ウィズ戦でシーズン158本目の安打を放ち、久保の歴代新人最多安打記録を23年ぶりに更新。 最終的に全144試合に出場し、打率324、2本、47打点、179、安打を記録し、同年の久保最優秀新人を獲得。また11月には、アジアプロ野球チャンピオンシップに、韓国代表の一員として来日した。2018年は109試合に出場し、打撃ランキング3位となる打率。 355の高打率を残し、2017年と変わらない活躍を見せた。また、ジャカルタパレンバンアジア競技大会野球韓国代表に選ばれ試合に出場、韓国代表の優勝により兵役免除の恩典を受けた。2019WBSC プレミア12に韓国代表として出場し、オールワールドチームの外野手部門に選出された。 2020年は2類だ49本特ボリーグのシーズン記録を更新した。ありがとうございます。